4つのシーズンをすごく感じられる場所です。厳しさっていうのがすごく伝わりやすいので、自然の怖さとか強さとかそういうものもしっかり感じられる。でスパについても全面ガラス張りで常に自然と対峙しているような、そんなシーンが常にいろんな場所にあります。自然と触れ合うことで都会では味わえない時間の豊かさ、それから心の豊かさを体験できる。今までキャンプってやっぱりお風呂に入らないとかそのまま帰るっていうのが、一般的ではあったと思うんですが、私もこの聖地に関してはですね、キャンプの後に、温泉を楽しんでいただいてお帰りいただける、心のリフレッシュもですねよりできるような環境になってきたのかなと思いますので。